持ってきます。で、摘出したものはこいつなんですよ。どうも、田口ポーズです。前回に続きまして、今回もプロ B の話なんですけれども、私はこのグローブを預かりまして、このグローブはですね、お盆の時に広島のですね、某チーム、まあ、名前はね、チーム名はちょっと言おうと思うんですけど、瀬戸内クラブっていうね、ボーイズリヤングリーグのチームの方が、いつも YouTube 見てるよってことで来てくれたんですけど、すごい嬉しかったんですけど、まあ、その方プロ B 使ってるんですよね。中学生でプロ B 使ってくれてるってすごく嬉しいんですけど、まあ、ここも2,3がというかこうつけてくれててかっこいいなっていうのと、まあ、ラベル交換させていただいて、全紐交換させていただいたんですね。で、ただですね、今回それだけではなく、プロ B 使っててこうやって掴みたいんだけど親指が動かないから掴めないって言われて、あれどうしたもんかなと、親指動かないんだってことで、確かにあんまりそこまで気にしなかったんですけど、よくよく考えると他のトレーニンググローブと比べた時にちょっと親指動かないですよね。あ、動かねえなと思って、どうしたものかって言って少しだけ、いじらせていただきました。で、今日はですね、そんなちょっと一手間かけることで、クボダスラッドのこのプロ B がですね、もっと使いやすくなるということで、これがいいのか悪いのか、まあ、僕個人的には良かったと思ったんでこの動画を上げるんですけれども、見ていきましょう。はい、ということで、左からですね、プロ B 新品ですね。で、次がプロ B の型をつけたやつをちょっと使ってもらった分で、その次がその広島の、彼の分で、一番奥がウィルソンのトレーニンググローブと。でですね、まず普通の新品のグローブにしようかな。新品のグローブと、ウィルソンのグローブを比べてみて、圧倒的に違うところがあるんですね。で、まずそこを解説していきたいと思います。で、これはプロ B ですね。で、こちらがウィルソンのグローブでございます。で、締めにくいと言われたゆえんはですね、ちょっとここ見てほしいんですよね。まあ、よくありがちなんですけど、見えます？見えます？土手見えます？なんか分厚くないですか、こっちで。めっちゃ分厚いんですよ。で、これに関しては入ってんのかっていうぐらい薄いんですよ。でも、これの方が締めやすくて、すごく馴染みやすいんで、トレーニンググローブに関しては、まあ、その手と一体化するっていう意味ではこれぐらい薄くても全然いいかなと思うんですね。でも、ちょっとあまりにも太いということで、一生懸命ですね、型をつけてもですね、ちょっとここがですね、よくそういうのあるじゃないですか。ここがね、ちょっと分厚くて、ここ前とお腹が出すぎて前屈できない感じですかね。そんな感じなんですよね。で、そこを少し削るというか、削ったわけではないんですけど、取ったわけですね、1枚で。どういうことかというと、分かりますか、このちょっと違いが。で、摘出したものを持ってきます。で、摘出したものはこいつなんですよ、この1枚で。こう面白くって、こう表と裏をこうガチャンってしてるだけじゃなくて、間にもう1枚入ってるんですよね。その間にもう1枚入ってるやつがちょっとここの動きを、まあ、何か理由はあると思うんですよ。やっぱりその OB マークがついてるってことは、共同開発したってことはそれなりに意味があると思ったんですけど、選手側からするとどうしてもそこの親指の利きがもうちょっと効いてほしいっていうことを考えると、やっぱりこれがあることで締められなかったのが、ここがね、少し動くようになって可動域が広がったというか、少しスリムになったことで締めやすくなったということでございます。でね、この原理って結構最近のグローブで、例えば水野さんのパルムシリーズとかっていうのも、結局ここを薄くしていって締めやすいとか、手なじみのいいグローブの、条件の中にやっぱりここがね、ここの芯とか薄いっていうのが結構ありますよね。そういうのを調べていくと割と面白いと思ったんですけど、この彼のグローブのおかげで、まあ、そういうところに気がいきまして、ちょっとね、
助かったというか、まあ、もし困ってる人がいたら、これちょっと摘出してやればいいんだなっていうね、まあ、何か意味はあると思うんですけど、私にはちょっと分からなかったです。で、まあ、これで多分本人喜んでくれるだろうなと思って早く送らないといけないんですけれども、今回は、ここのね芯を少しこの3枚重ねになってる真ん中のやつを抜くことで、この辺の、がスリムになって、そのおかげで、閉じるようになったと、親指が効くようになったと、まあそのような感じでございます。というわけで今回はこの辺で失礼します。持ってきます。で、摘出したものはこいつなんですよ。